知事長、食べた感想を言ってください。美味しいでね、道頓堀でやっぱり食事するためにはね、お金が必要。もう大阪市民なんですけどね、待てど暮らせど10万円入ってこないんですよ。あのね、吉村知事は昨日ボーナスもらいましたから、10万円必要、全く必要じゃない。道頓堀でやっぱり食事するためにはね、お金が必要。もう大阪市民なんですけどね、待てど暮らせど10万円入ってこないんですよ。